あんまりその深い話からするとさ、画像がさ、うん、なんか地味だしね、うん、うん、あのなんかもたもたしてるように見えちゃうから、うん、あの最初にねこの人のね画像をこう流しながらね話をしていこうと思って、なんかねこのね探しながらやまあいいけどちっちゃいからいいな。なんかね、YouTube でね、うん、たくさんプリントメーカーとかね、プリントあのアーティストとかね、プリントメイキングって検索すると、たくさん外国のね、うん、この版画を作っている人のね、動画を見れるのよ。もうね、たくさん出てくるの。おぉ、すごいなぁと、こんなで年配の女性のね、アーティストが版画作ってるなんてさ、全然知らないしね。知らない情報なわけよ。だけどそういうものまでもさ、こう知って、あ、この人の名前がブレンダー・ハルティルだっていうのが分かるわけよね。この画像、あの動画を動画で検索してたどり着くわけよ。で、あ、どんな作品作ってるのかなって思うと、まあ、あの大抵さ、まあ、こう見てれば大体分かるんだけど、あ、こんな作品なんだなっていう。でこれはなんかね、手書きなのか版画なのかよく分かんなかったから、やっぱり検索してみようと思ったわけよ。うん、うん、そうするとさ、こうちゃんとさ、あのブレンダ・ハルティルさんのちゃんとさ専門のさ、こうウェブサイトが用意されてるわけ。うん、多分さ、こう親族とかさ、親しい人たちがこういうのを作ったり、ギャラリーが作ったりしてるんだろうなと思うんだけど、でね、そうするとオンラインストアとかもちゃんとあってさ、売ってんだ。売ってるんだよね、そのウェブサイトで。でもちろん実際にこうギャラリーで見てみたいって思うじゃないね。そうするとさ、そのギャラリー、扱ってるギャラリーなんかも下の方を見るとね、出てくるのよ、なんかそういう項目が、うん、でアーティストステートメントもちゃんと出ているし、うん、まあ、もちろんこれを翻訳する Google だったらさ、翻訳、一発翻訳でさ日本語になるし、うん、うん、それでこのね、バイオグラフィーとかも出てくるし、もうとにかくさ、まあ、こういうさ DVD も売ってるのよね、なんかね、もうすごい積極的なの、うん、でまあね、このオンラインで買った場合のはなんかフリーシッピングっていうか、まあ、送料無料ですみたいなこと書いてあったりして、すごいな。でイベントっていうところはさ、多分ね、あちこちでこう展覧会こういうところでやりますみたいなのがあるんだと思うんだけど、うん、あ、すごいちゃんとさ、このイギリスの作家なんだけど、これはこの人は、で全然日本ではさ紹介されてなかったみたいだし、あ、いや、ちゃんとこう、あの向こうのさ作家ってさ、どういうふうに活動してるのかなって思う。すごくさ参考になるのね、 YouTube こう検索してると。でいや結構ね、この作品もね、どうやって作ってるのかわからないぐらいね、すごいこう味わい深いというか、うん、多色刷りだし、いろんな技法を使ってね、こういうものが作れる人がいて、でこういう作品もさオンラインでさ海外にでもこうどんどん売ってるんだと思うのよね、うん、でいいなと思う作品はほら複数あるから、版画の場合は心置きなくさ販売できるじゃない。だから、あ、なんかこう知らないことたくさんあるんじゃないかなと思って、うん、この人は一体どういうふうに活動していたのかっていうのをこうさ、バイオグラフィーなんか見て調べてみると、そのなんていうのかな、こういうものが出てくるの。イギリス王立画家版画家協会っていうのが出てくるの。でね、ここにアーティストっていうさところをクリックすると、ここにね、うん、そうするとこの人の名前が出て、あの検索すると出てきたわけ。ちゃんとそういうところにも所属していて、なんかさ日本だとさ、このすごくこうフリーで活動している作家が現代的であって、そ
その日本のさ団体みたい美術団体みたいなものってないんだと思いがちじゃない、うんうん、だけどねそんなことないの。あのイギリスでもフランスでもアメリカでもなんとか協会って結構あるのよ、うん、そういう情報が日本に入ってこないだけで、うんうん、それでこれ見るとね、まあ、この版画協会はねイギリスの王立だから王様昔からもうねあの、うん、ヘイターの時代からそのほらヘイターもこれにあの加わってたんだってあの、うん、ちゃんと読むとそうヘイターがイギリスにいた時にこの、組織委員会の中に委員の中に入ってるねメンバーに。でこれは王様がだからイギリス 王立 の、 あの庇護のもとにこの版画家が集められていていろいろなそのなんていうのかな組合体制みたいな感じがあるしあとねここにねすごいのがあったんだけどプリントコレクターズクラブっていうのがあってここをクリックするとこの版画家たちを支えているコレクターたちの集まりっていうそういうクラブもまた別個にあるわけ、コレクターのコミュニティみたいなのあるなそう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 。だからさ買い手も買い手の人たちのこう交流もあってその作家とその買い手とのこ うまくこうバッティングさせる役割もあるわけよこの紹介に、うんすっごいよくできてるなと思ってやっぱりこれだとさこの画家であったり版画家だったりしてここに所属する意味ってあるじゃないなんか、うん、ただこの気持ちの合う人たち同士が集まってワイワイガヤガヤさ楽しくやるっていうんじゃなくてちゃんとこの生計が成り立つようなこう支援というかさ講演というかさそういう役割をちゃんと考えてこの組織ができているのね、うん、だからこれはこの日本の場合は調べてみると日本版画協会ってあるのよこれ、うん、こういうページは出てくるのでちゃんと日本語と英語にこうさ、ね、海外からのニーズにも応えられるようにそこはいいなと思ったんだけどしかしね協会員の一覧はあって、まあ、どこで展覧会が行われるかっていうさそのメンバーというよりかこの版画家協会の展覧会の情報ねと、うんまあ、お問い合わせそして、まあ、この版画協会の、ね、歴史みたいなものが書いてあるけど版画家 の、 そのコレクターのクラブみたいなのはないんだなやっぱりと思って、うんああ ここやっぱり これからかなと思ったのよ。うんうん、で今この実は版画の世界ってその日本の版画の世界ね海外はどうかわからないんだけど結構さバブルが弾けてその大変だっていう話はたくさんこれまで聞いてきたの。うんうん、どういうふうに大変かっていうと例えばバブルが弾けた途端に、まあ、あのシルクスクリーンを作ってるね工房がどんどん消えていってしまったりそれから今まで力のあるさあの職人さんたちがどんどん辞めていったり中にはなんかもうまがいものみたいなの作って生計立てることを考え始めたりとか、まあ、贋作の問題とか出てきたり、うん、結構その大変だっていう話ばっかり聞こえてくるわけよ、うん、でもさ海外はどうなのかなって思って見てみると結構その積極的にそのさ YouTube なんかを使ってその工房のさこれはあのイギリスの工房のリトグラフの制作風景なんかを動画でこうさちゃんとこう配信していて自分たちのその作ってる版画がどういうふうにできているかっていうさそういうプロモーションちゃんとこうさバンバンこう出しているんですよ。だから YouTube で検索してプリントメーカーっていうので出会うと必ずさ概要欄見てそのなんていうのかなウェブサイトそこのね
ウェブサイト作ってるところのウェブサイトを見て、どんな場所にあってどういう内容で活動してるんだろうかっていうのを、もよりこういろいろとさ興味持って見てもらえるようなちゃんと仕組みができてるのよ、うん、そしてねさらにねこの工房自体がウェブサイトのオンラインストアを持ってるわけですよ。うん、うん、これもすごくこう重要で、ここなんですけど、ここを見るとこのワークスペースはどういう、感じでね、こういう制作するような場所もありますとか、それからこういうね建物、外観の建物の中でやっていて、でスタジオはどんなものかっていうと、こんな感じで制作して、その制作している人たちの様子とか、その、雰囲気とかも分かりやすいし、それからショップがあるんですよ。ここがすごくて、ここの工房でその作家たちとか、その職人たちが作っているその作品をオンラインで売っているんですよ。うん。うん。でもう海外に向けてこの買いやすいような仕組みがちゃんと整ってるっていうことで、あやっぱりこうどんどんこうさ盛り上げていこうっていう気合っていうかさ、イギリスっていうところもさ、昔からこう版画がね、ヘイターの時代からやっぱりこの色づりの版画なんかもさ、フランスに負けじとかを頑張っている様子がこういうところにもこうすごく現れていて、これ例えばデジタルプリントもちゃんと制作されてるんですよね、ここの工房で、うん、こういうもの、それから、まあ、もちろん昔ながらのこのエッチングの銅版画っていうふうにカテゴリーやるとこういうの出てくるし、あれこういうところこういうのがそうなんでしょうね、エッチングはね、うん、それからリトグラフだとかアクアチントとか、まあいろいろなこう作品がで値段の高いものから、まあ、作家の名前からこう検索することもできるようになってるし、うんうん、でまあこう盛り上げているんだろうなって、結構ねこう見てるだけでもすごく参考になったり、どんな作品かなと思って見てみたいなと思ったり、こんな感じでね、で、まあ、そんなこんなで今回はその、まあ、これは海外の今こう現にどんな風にその作家たちをこうの作品を作って、そして国際的にこう広めていこうかっていう意気込みみたいなものはここから分かるんだけれども、うん、そもそも日本のバブルっていうかさ、版画バブルっていうのかつてあって、すっごい盛り上がった時期があって、それが一回こうどんどんさ坂を転げるように、まあ、バブルが崩壊して、でいろんな問題がこう出てきて、考えなきゃいけないことがたくさん出てきたんですよ、日本の版画の世界って、うん、でそれでこの間この間っていうか一昨年の9月ぐらいに配信した、YouTube の内容はその版画の、技法についていろいろ紹介する内容だったんですが、うん、今回は版画の問題点みたいな、これから考えなきゃいけないことっていうような内容をちょっとこう話してみたいなと思ったので、うんうん、それのテーマを取り上げます、うん、でもちろん版画の良さとか版画の面白さっていうものもこれ反対側にあって、それをうまくこう出すために問題点を出すんだけど、うん、でもちろんこの私の一人の力でね版画が面白いなんていうことがさ伝わるとは思えないんだけども、しかしね私自身がね版画にすごく興味があるし、まあ画家なんだけどもやっぱり版画も作ってみたいと思うし、そしてなんていうのかな、こうなんでこうなってんのかなとかさ、
これどういうことでこうなってる、どういうふうに考えたらいいんだろうかって結構問題意識を持ってね版画を見てる部分があるんですよ、うん、でそのうーん圧倒されてすっごいなって思う部分と版画に対してなんかこれって絵に似て絵なんだけど絵のように見えるんだけどでもやっぱり絵じゃないんだなって思う部分があって、うん、それは一体何なんだろうってずっと考えてきたしでも私自身がその前にもその版画を取り上げた時にモーランディの話をしたと思うんですけれども、うん、もうすっごい尊敬していてあのイタリアに行けば必ずモーランディの作品見て帰ってくるんだけどそのモランディがなぜすごくいいなと思うかっていうとね画家でそしてすごいこの版画のさテクニックをちゃんとしっかり持った版画の作品も残した両方ともすごいっていう作家って結構いないのよいるようでいない、うんうん、でそれとは 別個に日本にはほら葛飾北斎っているじゃない、うんでその葛飾北斎っていう人は版画家ではないわけよまあそうだねデザイナーっていうかねデザイナーなのよしかし、うん、あの作品は葛飾北斎ってなってるわけまあそういうことね、うん、職人さんじゃないもんね、うん、名前がね別にじゃないのね刷ってる人の方がすごいと私は思うんだけど名前は残ってないわけよそれ、うん、その辺のなんか変だな違うんじゃないのかなって思う部分とでも定着しちゃったさ日本人の版画に対するさ意識みたいなものすごくさこの考えさせられるというか、うんうん、あの満載なわけよいろいろこう疑問を持つ部分とかさ不思議だなとかさ変だなって思うことと一方的にすっごくさ技術的にさ優れたものを見るとおおと思う世界この版画の中にさなんかこうギュッとこういろんなこのさ矛盾とかさ面白さがこう凝縮されてるような気がするの、うん、もっと言うと複製とかさあのなんていうのかなこう写実とかさリアリティとかさコピーとかさそういうもの問題を考える時のすごくいいこのさこう典型っていうかあのモデルになってるような気がするの俺、うんうん、だからなんかねそれをねこううまくね紹介したいなと思うんだけどこの人はねアートウェルガーっていう人ウェルガーっていう人なんだけどこの人のやっぱり YouTube 見るとすっごいのよなんかでこの人のすごさはこのさっきのまたあの版画家と違って教会とかに所属しなくてもうね自分で大きなさもう版画工房この人の版画工房がすごいのよなんか、うん、そしてすごい大きさの版画をバンバン刷ってそして自分のあこれは動画再生できないなってな、うん、どんどん自分のさウェブサイトで売ってるわけ、うん、このままなんかさすごいやり手なのなんかうん、なんかねそれもねなんか紹介したいなと思ってそういうさ日本のこう萎縮したさなんかこうちょっとこうもうなんかこうさみんながさもう版画もうさ無理なんだよって言ったりさなんかもう大変なんだとかさなんかこうやっててもねなんか面白くないんだとか言う人が中にいて。でいやそんなことないのになっては私は思うんだけど多分ねかつてそのバブルの時にものすごく売れたためにその反動でね思ったようにその時のようには売れないっていうだけのことであってさ、うん、好きな人はたくさんいるし買う人もいると思うんだけどそのめちゃくちゃその日本人が版画を買ってしまった時期の反省というかさ反動が今ねあってちょっとこう萎縮気味なところにこうね海外のねこの版画家たちのね版画を作っている人たちの活動をこう見ることでねなんかこう意欲がこう燃えたぎらないかなと私は思ってるの、うんうん、
すごいのよ、なんかもうよくできてるのよ、ウェブサイトはさ。もうさ、どんどんいろんな作品作っててさ、それをさ、でいろんな人の作品をこの人自身がさ作ってあげたりしてることもちゃんとわかるし、でさ、このエボギャラリーっていうところに行くと、このね有名なさチャック・クローズのさ版画があったりとか、でこういうさ、もうとにかく版画専門のギャラリーとかもたくさんあるわけなんですよ。でこのアードウェルガーっていうのかな、この人なんかも扱っていますっていうことなんだけども、しかしこの人自身が自分の版画工房も持ってるし、その販売も自分のウェブサイトでも販売できる。どうしてかっていうと、版画っていうのはさ複製品だから、ギャラリーに渡して自分は持ってないっていうことはなくてさ、半分は自分も持って同じものを持ってるじゃない、うん、だからもう例えばさ70枚ぐらい作ったらさ3箇所ぐらいで販売したっていいわけじゃない、うん、そういうすごいこのなんていうかな、素晴らしい知恵というかさ工夫があるわけよ、版画の世界には、うん、1点売ったらそれで終わりっていうことじゃないんだよね。それをさもっともっとさこの活用してさ、よりこの日本人の作品がこう海外にねこうどんどんこう紹介されていくような、そういうこのなんかこう流れができていったらいいんじゃないかなっていうふうに私は今思っていて、うん、そしてもうね海外に、まあ、去年ねイタリア の, イルビゾンテっていう版画工房に行ってきて、あ去年じゃ一昨年ね、あじゃあもう2年ぐらい前になるんですが、そこはねこういうギャラリー付きの工房で、そして版画を学ぶ学校もちゃんと用意されていて、母体はイルビゾンテっていうカバン屋さんがあって、そこのカバン屋さんがすっごいこうやっぱり国際的にさ販路があってばガンガンやってるやり手なので、この工房でその作家アーティストを育てるっていう財団を作って、ここの設備が整ってるのね、うん、でここで学んだ人がもう国際的にもう世界的にどんどん広がっていっていて、まあ、そういうその仕組みが、まあ、イタリア の, フィレンツェだけじゃなくてローマなんかにもまた別の版画工房があったりして、とにかく国際的にイタリア の, その版画の、うん、テクニック職人技っていうものをさやっぱりこう後世に残せるようにずっとやってるわけなんです、うん、でここで学んだことっていうのもやっぱり私はすごく良かったし、その時にやっぱりゆうこ日本は日本人なりなんで来たのみたいに最初言われて、みたいな、だって日本ではどんどん工房は消えてくし、みんななんかやる気なさそうだし、なんかもう次はデジタルだよみたいなことも起きちゃってて、なんかこの版画やる人ってなんかやめちゃう人も知ってるし、なんか教えてもらうっていうのはなかなかこうちょっと気まずい感じがあってみたいな感じでね、それでイタリアに来ましたみたいなことを言ったんですが、だけどなんていうのかな、いやだってね日本こそ版画の国じゃないかって言うんですよ、うん、それはこれなんですね、葛飾北斎のこのイメージっていうのが、まあ、海外にあって、つい先日も3月22日にこの葛飾北斎の代表作のこのね富国三十六景、これが、まあ、富士山を背景に荒波がこうさあって、この作品が3億6000万円で落札されましたっていうクリスティーズの、まあなんかオークションの、情報がニュースに流れてましたが、世界的には日本の版画すごいっていうのがあるんですよ、なんか。なのでこう日本人の中に
まあ確かにこの葛飾北斎すごいんだけど、だけどやっぱりちょっと微妙なんだよなっていうさ、この微妙だな、何が微妙なのかなっていうのをこうちょっと掘り下げて紹介したいなと思うんです。うん、うん、杉野さん的には版画の世界ってどうですか？なんかどんなイメージがあります？どんなイメージ？いや大して考えたことないよ、そんなことは。版画と絵の違いとか考えたことある？いやないない、そんなことないよね。そんなこと考えたことない。うん、版画って聞いてもああ版画なんだぐらいの。ああ、別に何か深く考えることはないよ、それについて。ああ、最初やっぱり小学校の時に版画をこうやってみたことあった、うん、最初の出会い。 あるね、あの木版画っていうか彫って彫刻刀で彫って、うん、なんかペタってやつやった気がするね。ああペタってやった。うん、その時にはあの出来上がったものは、うん、こう飾ったりして今でも持ってたりする？いやー持ってないね。そんなに飾りたいと思うものも多分できなかったんじゃないかな。ああ、それで年賀状とかも作ったりとかしたことある？年賀状はないかな。あの普通にあのプリントごっこはやったことあるけど、ガシャン。プリントごっこは持ってた。うん、すごい。あれがシルクスクリーンの、ね、あの仕組みでできてるものなんだけど、日本人はねもともとはこう版画好きだと思うんですよ、うん、でもさ、すっごく日本人にとっての版画ってさ普通のものすぎちゃって。そうだね、なんかハンコとかね。ハンコもそうだしね、うん、生活の中にさこう常にあるもので、そ取り立てて何かすごいさ、なんかアートっていうか芸術っていうさ感じちょっと違うかなっていうものがあるよね、うん、なんかね。またこのアートとは何かってなるとさ、また難しい問題があるんだけど。まあそれ言い出すとね、もう多分ずっと動画終わらなくなっちゃう。そうそうね。いや、それでね、ホワイトボードがね、なんかね、ズームでね、使えるって言うんでね。うん、使えるけどね。今回ね、ちょっとね、こういう図をね、ちょっとこう見て、ちょっとあらかじめ作ってみた。すごい簡単に書いてみたんですが。うん。このさ、アートっていうのは一体何なのかっていうのがあってさ、うん。すごいあやふやなんだけど、本当は。うん。見えるこの図。うん、一応見えてるよ。でね、これがまあ一応社会規範としてのアートだとするとさ。何この黒いやつが？黒いやつが。うん、黒い丸ね。はい。もともとはね、ものすごい小さかったの、これが。うん。おそらく。すっごい狭い意味でのアートっていうのがあって、うんうんうん、なんかすごい理想主義的で、こうさ、形而上学的でさ。うん。こう現実にはないさ、すごいこう神様のようなさ、天国のような世界みたいなのがあって、うん、これが次第にねこう膨張してる感じがあるの、この時代の変化によって、うん、どうして膨張したかっていうとね、個人の感覚でさ、アートってこんなものもあってもいいんじゃないかとかさ、もうちょっとアートってこう、例えばほら民衆化してほしいとかさ、うん、もっとさ楽しい方がいいんじゃない、その深刻なものよりもさ、暗い世界よりももっと楽しければいいんじゃないかとかさ、うん、なんか特別なものじゃなくて日常にあるさ、その辺の缶からとかね、瓶とかね、そういうのだってアートなんじゃないか、飾りようによっては便器もアートで通用するんじゃないかとかって言ってさ、うん、かなりデュシャンがこれさ膨張させたと思うけどさ、うん、まあそうね、一人の力で。でもさ、もういろんな人がさ、もうこれ個人の感覚を一つしかこう書いてないけど、これがさもう無数にこうボン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 こう泡のようにさ膨れてさ、多分ね今ねものすごいこう膨張してるような感じなんですよ、うん、これって。でこれがこの分かりにくくなってきてるわけね、アートって一体何なのか、これに、うん、うんうん。で昔依然としてさ、こっちだ、ここがアートだって言ってる、言い張ってる人もいるわけ、うん、
依然として。いや、そうじゃなくて、もはやこのぐらいものをすっごい広範囲にわたってアートってあって、もういろんな世界がこう含まれているんだっていうのは、私なんかもそうだけど、そういう人が、まあ、現代アートなんかもやってる人はみんなそんな感じ、感覚でやってるんですよ、うん、こういうものもあってもいいんじゃないかとかさ、 もしかしたらさこのアンチアートみたいなってさ、ネオダダみたいなのはもしかしたらこの社会規範の外に、この辺に、この辺にあるかもしれない、うんうんうん、アンチだから。そうね、うん、まあそういう図があるとして、まあかろうじてちょっと私なんかはね、どっちかというとかなりこう重なりがあってさ、この辺もアートなんだけども、そうじゃないものもあっていいとかっていう風になって、まあ時代の変化によってどんどん膨張してるっていうこともなんとなくこうさ肯定する派なんだけど、うん、いやそれ嫌だなと思ってる人も一方にいて、その中にね、版画ってね、このかなりこのね、これこんな感じじゃないよ、いつも常に版画って、うん、行ったり来たり行ったり来たりしてるっていうか、うん、うん、もしかしたらね、もう商業的な意味ではね、もうこうなってるかもしれない、このぐらい、うん、うん、なんじゃないかなって感じていて、うん、うん、こうね、相入れないものもあるんだよね、なんか、うん、でもね、現代的なね意味ではね、ものすごいほら広範囲にアートが膨張してる中では、やっぱりアートなのよこれ、うん、うん、そこをね、ちょっとこのね、それは一体何なのかっていう話を突っ込んでいこうと思います、うん、それでこれを一旦閉じて、で こっちに戻るとして、まあ以前ね、技術的な意味ではさ、例えばこういうのも紹介したんだよね、ダヴィンチのね、こういう、これはエングレービングって言って、金属を掘って、線をこういうところ掘って、その細かく 線の集積でできてるさ、版画なんだけど、そのこう、これは木版だけども、一応同じエングレービングで、線のこのさ、こうさ、工作によって、その濃淡みたいなものをね、作る世界っていうのは あるんだよみたいな話をしたと思うんですよ。デューラーの作品とか紹介して。まあ、それがこのヨーロッパの版画のやばい技術っていうのを皆さん見ていただければ、もうね、2021年の配信でしたが、9月の。その中で、この人のね、動画を紹介して、その、金属を彫刻して、こういうさ、技術があって、それと同じような感じで、この金属板をこうやって線描して彫る。うん、これすごい高い技術でさ、こんな硬いものを掘れるんだろうかって思うじゃない。でもこの技術をエングレービングって言うんですよ。うん、でね、これ現代でもね、すごい作家がいるのよ。うん、でまあ、この反対側の方に、アートじゃないところの反対側にさ、例えばお札の世界も紹介したと思うんだけど。うんうんうん、お札もそういう風にして、職人さんが小学生の時からさ、そのお札を作るさ、局にさ、こうでっち奉公して弟子入りしてさ、技術を磨くって話したと思うんですが、いやー、現代作家でこのやってる作品でどういう作品があるのかななんて思ってた、もういないのかなとか思ってたんですよ。そうしたらね、最近このね、ヘイターの本を取り寄せたんですよね。ヘイターのね、これはニューウェイズ・オブ・グラビュールって言って、まあ、うん、こういうさ、あ、後半を、まあ、黄斑っていうのかな、黄斑の芸術の、まあ、新しい方法っていう、
そういう題名がついていて、これはペーター自身が書いてます、うん、どうやったら新しい方法で銅版画とかさ、こういう黄版画っていうものができるかっていうね、まあ、歴史もこういろいろ書きながら、中にいろんな作家を紹介してる図版が出てくるんです、うん、その中に木原康之っていう人が出てきたんですよ、ここには、うん、こういう作品なんですね、うん、でこれがさっきと同じエングレービングっていうビュランで金属を掘る方法でできてるっていうことを知って、うん、なんだこれと思って、この作品すごいんですよ、とにかく全描画、うん、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。なんだこの作品はと思って調べたら、いくつかのその画廊で扱っているんですよ、この、うん、これ全部とにかくあのエングレービングっていうね、ビュランで銅版画用の彫刻刀で直彫りして、そしてこう版を作って刷ってある作品なんですよ。この線は全部その彫刻刀でこう彫ってるんですよ、金属を、うん、でね、すごいなと思ってさ、でね、ヤフオクにも載っててました、ヤフオクでね、この人の初期の作品でしたけど、うん、うん、でこのね、どうしてこんなすごい技術を持った人が日本人でここに印刷されて紹介されてるんだろうと思ったら、この人は調べたらその時の忘れ物っていうねサイトが一番詳しくって、あのヘーターのフランスのパリのアトリエ17っていうね工房があって、ヘーターがやってたんですが、やっていた時にそこに行って学んだ人だったの、うーん、ヘーターの弟子だったんですよすごいね、そんな人がいるんだ、羨ましいなと思って。んでこの木原さんっていう人がなぜこんなにすごい作品を残したかっていうのをここに書いてありまして、それがまあパリのアトリエ17で、学んだ木原康之はビュランの名手だが実は耳が不自由であると、うん、でパリから一時帰国した作家と初めて会った時筆談だったって書いてあって、うん、まあ、そういう人ほどやっぱりさ集中力があってさ、うん、こういうものが残せるんだなと思ってね、ちょっと感動したのよね私ね、なんか、うん、なんかさ不自由だなと思うものがあった方がいいんだよねやっぱり人間って、うん、まあいいかどうかは分かんない、いいかどうかは分かんないけど幸せ、まあ、まあこの場合はねまあまあそういう一つの秀でたものを残す場合には何か欠けてるっていうことはよくあるよねって話だけど、うん、そうそうそう、やっぱり何かしらねそういうさ、なんかやっぱり背負ってるものがさ、こういう作品をに駆り立てるというかね、制作に、うん、すごいなと思って、ちょっとねよかったなこの作品見れてとか思ってね、この人の作品いろいろね紹介されているので、まあ皆さんもねぜひこう検索してみてもらいたいなと思って、まあ私もねちょっとこう私なりにねいくつかね検索したサイトがあるのでちょっと見ていくと、こういうね作品だったりする、小さいんですよ、どれもね版画ってね、うん、小宇宙なんですよ、なんかね大きければいいっていう世界じゃないの、なんか小さいけどその中がさすっごい複雑でさ、もうなんかこう目が行き届いててさ、こうさ手が込んでてさ、もう見応えがあるっていうものにするっていう一つのさ、なんかこうそれを楽しむ世界でもあるんだよね、こうそこはさまたこの版画独特の世界観というか、うん、5センチ×5センチって書いてあるもんね。
すごいこのなんていうかさ、このさ世界の中にさ、これだともう大きく、それ以上に大きくなっちゃってるわけなんだけど、うん、小さくてそこにこう細かくこう入ってるから面白いっていうさ、こういう世界ね、日本人すごいこう得意な世界だと思うんだよな。うん、うん、ね、こういうところがだからね、ああやっぱりいい作品作ってる人いるんだなと思ってね、なんか安心するというか。でそれでね、たくさんね、いろいろこうさ作品を紹介しているサイトが、まあ「時の忘れ物」もそうだし、なんか羊画廊っていうところもね、なんかこうこの人をね紹介してこんなに綺麗にもうソールドアウトしてるのもあるよね。かなりやっぱり売れ筋というか、いい作品はね売れちゃってて、いや例えばこういう作品ね、これ今見えてないよ。あ、見えてない、今パワーポイントだよ。あれこれね、これ、うんうん、これなんかもねすごく綺麗だなと思って、こういう作品は羊画廊というところがね、これね売ってましたが、だからやっぱりこうこれからどんどんね、こうウェブサイトから版画をたくさんこうさ、やっぱりこう見て選んで買う人がこうどんどん増えていくんじゃないかなって、私はそういう予感が日本の中でも行われていくかなと思ってます。それでこれはね、これは時の忘れ物っていうギャラリーの名前なんですが、ここにね、版画の景色、現代版画センターの奇跡っていうのがあったんですよ。うん。そこで何なのかな、版画センターっていうのは、あるのかなと思って調べたんですよ。うん。うん。そうするとね、これね、埼玉県立美術館ね、2018年だから、私がね、版画をやり始める前だ、なんですよね。この現代版画センターっていうのがどうもかつてあって、それを取り上げる大きな展覧会があったらしいんです。残念ながら私見れなかったので、実はもうずいぶん前にこの2018年のこのね3月でしょ、このね2019年になる前ぐらいにね、これね実はね買ってあったんですよ、これ、うん、形を。でね、これを見るとね、大体日本のね版画のね、こう売れ筋というかね、よくこう目にする作家たちがこう網羅されていて、あ、とてもいい資料だなって思って、見てたんですが、これを調べれば調べるほどいろんな問題点が出てきたんですよ。そこをちょっとね掘り下げていこうと思うんです。